荒木又右衛門寛永15年8月28日は、江戸時代初期の武士、剣閣、名は、星、ほわとも、鍵屋の辻の血統での活躍で名高い、新影流の剣豪、山戸氷山藩の剣術師藩を務める、慶長4年、服部平左衛門の次男として、伊賀福武豪、荒木村で誕生、幼名を牛之助、あるいは、美の助とも言うが、これらは俗伝であり、 正しい妖名は不明。父、平左衛門は、東道高虎に仕えたが、淡路で浪人した後、備前岡山藩の池田忠夫に召し抱えられた。平左衛門には、渡辺和馬という同僚がいた。この、倉之助の子に、美野、和馬、現太夫があり、後に又衛門は美野を嫁に迎え、二代目和馬らとは、義兄弟の縁となる。又衛門は、兄、渡る五助が、 池田家に仕えたこともあり、12歳の時に、本田正智の家臣、服部平米の養子となった。しかし、元那8年、本田家が姫路城主となった後、28歳頃に養家を離れて、浪人し、生まれ故郷の伊賀に帰っている。故郷でははじめ、菊山聖、後に荒木聖を名乗った。また、剣術を学び、父からは中城流。 叔父の山田神兵から新道流を学んだと言われている。一方、15歳の頃野牛宗則や野牛三つ吉の門人となり野牛新影流を学んだとする説が、柳アラビタンなどにあるが、日本中大和打ち六の考察などにも見られるように、すでに何か一流を極めた後に、野牛の門に入り新影流を学んだとする説もある。その後、山戸氷山藩、松平忠明に召し抱えられ、 剣術指南約250国に取り立てられた。河合又五郎、首洗池寛永,永7年、岡山藩主、池田忠夫の長身で美男子として知られた、渡辺倉之助の息子、玄太優が、同僚の河合又五郎から、軽装されて、これを拒んだために殺された。又五郎は、江戸に逃げて、旗本、安藤家にかくまわれ、藩主、忠夫は、 マタゴロウの身柄引き渡しを求めたが拒まれたため、両者の間で緊張状態となった。江戸幕府は喧嘩両成敗として事件の幕引きを狙い、旗本たちの謹慎とマタゴロウの江戸追放を決定する。その間に、タダオが急死し、後を継いだ池田三中は鳥取藩へ移法されたが、タダオはマタゴロウを撃つよう遺言していた。当時の慣習として、 兄が弟のあだを撃つことは異例であったが、現代優の兄、カズマは、上位打ちの内いを含み、鳥取への国外には加わらず脱藩し、あだ打ちの旅に出たという。剣術が未熟であったカズマは、寛永十年頃に、義兄の又タエに助立ちを要請し、又タエは快楽して、郡山藩を退身した。寛永十一年十一月7日、カズマと又タエは、 伊賀上の鍵屋の辻で、河合又五郎を討ち、あだ打ちの本会を遂げた。カ馬側は四人のうち一人、死亡不詳、三人負傷、河合又五郎側は十一人のうち四人、死亡、二人、負傷、五人無傷だった。この時の又えもんは、三十六人切りなどとも言われるが、これは講談などによる誇張で、実際に切ったのは、同じ山と氷山藩の常識剣術師藩、 河合神左衛門と天まがさ半術師範、桜井半兵衛の二人である。またえもんはまず、馬上の河合神左衛門の足を投げ、返す刀で切って即死させた。桜井半兵衛には小物二人をかからせて、得意の槍を渡さないようにさせ、刀の勝負で、半兵衛に深手を負わせた。渡辺和馬は、河合又またごろを和ずに先進し、数時間に及ぶ、死闘の末、ついに、 またごろを打ち果たした。この切り合いの最中、城下から駆けつけた伊賀東堂家の竹本六太夫が、何事だ、と声をかけると、半米と退治していた又たえもは、余裕しゃくしゃくゃくおお旧敵でござるなどと返事したという。その際に六太夫自身が動転していて、又たえもの言葉を正確に把握していなかったそうだが、その度胸を激賞したという。しかし、 マタエモンが半兵を倒したとき、逆上したマタゴロガー側の小物がマタエモンの背後から木刀で打ちかかってきた。マタエモンは腰に一撃を受けたとも言われ、さらに打ちかかるところを振り向いて、刀で受けたが、刀身が折れてしまった。このことに大使闘道家の家臣で、深影流を治めた後、ト波流を起こしたト波ミ地下紀よは、大切な場合に折れやすい神刀を用いるとは、 不心得であると批評したという。これを聞いた又た門は、不覚を悟り、官営12年10月24日、一馬を伴って、都並地下清に入門した。なお、この時に書いた、基礎文が現存し、三重県伊賀市の伊賀市資料館に展示されている。現忠市寺にある墓一馬と又た門は、東堂家に客文として保護されたが、鳥取藩主、池田三中の恋により、 官営15年8月12日に鳥取に移った。二人はそれぞれ祭子を呼び寄せたが、マタエモンの祭子が9月に鳥取に到着した頃には、マタエモンは8月28日に遁死したということになっていた。死因については毒殺など小説ある。墓は鳥取市内の源忠だ寺にある。一方で、官営20年9月24日にマタエモンは、 死去し、この間にカズマと共に、鳥取城内にかくまわれていたとする説がある。これに揺れは、休止と発表された理由は、河合島による暗殺を恐れて、病死を装った、あるいは、鳥取藩への遺跡話がまとまらないため死んだということにして、交渉を打ち切ったものと考えられている。またモ門が試し切りをしたとの伝説がある、野牛街道の首切れ字ぐら。ありがとうございます。